はい、皆さんこんにちは、青島です。今日はトミーテックさんから新商品の発表がありましたのでご紹介をしていきます。ではスタート。先日の第2木曜日ですね、トミーテックさんから新商品の発表がありましたので、今日もトミックス商品に関して皆さんと情報共有をしていこうと思っております。ポスターが全部で3枚ありますので、まずはポスターを1枚ずつ見ていきましょう。1枚目、こちらは来年の3月発売予定です。西九州新幹線 N700S800 番台、 N700S かもめセット、こちらが発売になります。今月9月に開業予定の西九州新幹線を走る N700S かもめの6両編成のセットがトミックスから発売になります。9月23日開業予定の西九州新幹線で使用される N700S を再現、フック U 字型通電化プラス採用、 M13 モーター採用ということで、6両編成セットで 21,780円での発売になっております。まあ、新幹線の方はトミックさん大体出してくれていますので、まあ、これも順当な商品なんじゃないでしょうか。まあ、今月開業予定で発売が3月ということでね、特に九州の方これ欲しいんじゃないでしょうか。発売までちょっとまだ、半年ぐらい日にちがありますが、ちょっと待ち遠しい気がいたします。で次ポスター2枚目、こっちから見ていきましょうかね。まずはざっくり見ていきましょう。左上から伊豆急行3000系アロハ電車、これは元 JR209系ですね。伊豆急3000系を再現ということになっております。その下、国鉄14系14型、特急寝台客車さくらと国鉄 EF651000 番台、電気機関車です。こちらは寝台特急さくらを再現することができるセットになっているようです。その下、JR EF510 型、電気機関車増備型と JR 貨車古希106型前期型新塗装ということで、これは今度は貨物列車が再現できるセットのようです。右の真ん中からいきましょう。 JR583系電車北国と、その下が117系0番台近郊電車新快速です。この辺はまあ再生産に近い、新製品ということでしょうかね。どちらも多分、M13 モーターを採用するということで新商品なんでしょう。で、飛ばしました右上、こちらが HO ゲージになってます。国鉄ディーゼルカキハ40型2000番台ということで、なかなか面白いものが出てきたようです。ちょっと僕これ実は興味があります。じゃあ次ポスター3枚目いきましょう。はい、これは今年の11月から来年の2月までの商品が載ってますね。まず左上から入門セットで、思い出の寝台特急583系のセットです。これは583系が4両入って、あとエンドレスレイアウト、半径317ミリのカーブレールの入った入門セットです。でその下、こちらはベーシックセットですね。こちらも11月発売のベーシックセット SD です。入門セットで E233系、 上の東京ラインの4両編成のセットのものと313系特別快速3両編成のもの、こちらがそれぞれ発売になります。で右上がファーストカーミュージアムで、こちらは24系25型寝台特急客車トワイライトエクスプレスの一番後ろの車両がファーストカーミュージアムに登場です。でその下、これがちょっとですね、えって思いました。京都丹後鉄道 KTR8000 型丹後の海です。これがなんかね、なんだっけ、帯がちょっと違うらしいんですよね。で一段上がった姿を再現ということで、基本とさらに造結セットが今回発売になります。これ去年だったかな、僕買ったんですけどね、まさかの新製品ということでまた来年2月出るそうです。いや参ったな、これ欲しいな。では一つずつ詳しく見ていきましょう。はい、それでは新幹線からいきましょう。 N700S かもめです。こちらは西九州新幹線で佐賀県の武雄温泉から長崎県の長崎駅を結ぶ、新規開業路線に使われる車両です。まあ、これは N700S をベースにしたね、新幹線で一部改良が加わられているそうです。6両編成でね、運転ということで、特徴を見ていきますと、カモメのロゴや赤い塗装となった床下を再現、ポイントに先頭部のロゴも再現、運転席周りやライト周辺のグレー部分も印刷で再現、
1号車をはじめ東海道山陽新幹線の N700S とは異なる車体を新規製作で再現ということで、あ、そもそも違うということですね。新規製作で再現になっています。でさらにポイント4、1号車2号車3号車は指定席の 2×2 列シートを再現ということで、中が新幹線ね、普通3列2列ですけども、九州新幹線の方は2列2列の指定席ということで、それも再現してくれているようです。でそれ以外では車番は選択式で転車シート、 JR マーク、号車番号、禁煙マーク、屋根上駐機換気表示は印刷済み、可動ホロ装備、ヘッド、テールライトは上点灯基板装備、ヘッドライトは白色 LED、テールライトは赤色 LED による点灯、カラーシート採用、フック U 字型通電カプラー採用、フライホイール付き動力、新終電システム、銀色車輪採用、 M13 モーター採用です。ということでこちら来年3月発売予定の西九州新幹線 N700S 8000番台カモメセット、セット両数6両で、お値段税込み21,780円となっております。気になる方チェックしてみてください。はい、続きまして伊豆急行きましょう。伊豆急3000系です。伊豆急行3000系は2022年に登場した4両編成の車両ということで、僕知りませんでしたが今年できたばっかりなんですね。JR 東日本の209系、元209系電車で、21年に伊豆急行に譲渡されたと。でアロファ電車という愛称が付けられて、山側が青色、海側が赤色のラッピングがされている。また、先頭部のスカートの前面色も向きによって異なり、伊東側が青、伊豆急下田側が赤となった。運行開始当初は伊豆急線内のみの運行でしたが、現在は JR 一等線にも乗り入れており、2編成を連結した8両編成で活躍しています。はい、でここがポイントで、試作品は1両ですが、製品は8両セットですと書いてありますね。で特徴あるラッピングを印刷で再現になっています。それ以外としては、特徴ですね。元209系の伊豆急3000系を4両編成を2編成、連結した8両セットで再現と。モーター車は8両のうち1両だそうです。で先頭車は強化スカートの姿、スカートを前面帯は伊東側を青、伊豆急下田側を赤で再現。車番は印刷済み。アロハ電車マークは印刷済み。前面表示部は交換式で印刷済みパーツ装着済み、交換用パーツ付属、ヘッドライト、テールライト、前面表示部は上点灯基板装備、オンオフスイッチ付き、ヘッドライト、テールライト、前面表示部は白色 LED による点灯、先頭車運転台側は TN カプラー装備、フライホイール付き動力、新終電システム、黒色車輪採用、 M13 モーター採用です。はい、こちら伊豆急3000系8両編成セットは、税込み 32,780円で発売予定です。以上伊豆急3000系でした。次 5% 行きましょう。北国です。こっちハイグレード仕様ですね。大阪新潟を結んだ急行北国は583系を使用した最後の定期列車で、2012年に臨時化され、2013年に廃止されました。一部の編成は2010年頃まで一方の先頭車にクハネ583型が組み込まれていましたが、晩年はすべて先頭車がクハネ581型となっていました。でポイントとしてはクハネ581、583型ともに先頭側はダミーカプラーを装備、 JR マーク印刷済みとなっています。製品化の特徴としては共通ということは、あ、基本セットと造形セットがあるのか。はい、ハイグレード仕様で先頭車にクハネ581型とクハネ583型を組み込んだ編成を再現、モハネ582、583型の非常口と乗務員用窓が埋められた姿を再現、パンタグラフの終電周の先端が2本でパイプ状になった姿を再現、 H ゴムは黒色、配管付き TN カプラー標準装備、クハネ581、583型先頭部を除く。車番は選択式で転車シート対応、転車シートは基本セットに付属です。フライホイール付き動力、新終電システム、黒色車輪採用、 M13 モーター採用です。で、造結セットについてはモハネユニットは前期型後期型の各1ユニットを再現、前期型のモハネユニットは車体の点検蓋が後期型と同じ形状になった車両を再現、
特記事項として、だから旧製品は生産中止となります。でこっちは基本セットで、基本セットについてはクハネ581-583型の運転台側はダミーカプラー、モハネユニットの床下は後期型を再現、 JR マーク北国エクスプレスロゴ、グリーンカーマークは印刷済み、特急シンボルマークは銀色、印刷済みトレインマークは北国を装着済み、急行が付属、ATS 車上しパーツは付属、ヘッドライト、テールライト、トレインマークは上点灯基板装備、ヘッドライト、テールライトは電球色 LED による点灯、トレインマークはカラープリズムの採用で白色に近い色で点灯するということです。はい、こちら北国は基本セットと増結セットがそれぞれ発売されるようで、基本セットは6両編成で税込み 26,620 円、増結セットの方は4両編成セットで税込み 18,480 円となっております。以上583系北国でした。はい、じゃあ続いて寝台特急さくら行きましょう。寝台特急さくらです。 EF65 型は1965年に登場した直流電気機関車で合計308両が製造されました。中でも1000番台は従来分けられていた旅客列車牽引用と貨物列車牽引用を統合して、両方使用できる汎用的な機関車として登場し、それぞれ名称を取る形で PF 型と呼ばれていました。東海道線のブルートレインの牽引を担う名門として知られた東京機関区では1978年より従来活躍していた500番台 P 型を置き換え、下関運転所の EF66 型に変わることとなる。1985年までの間ブルートレインの顔として活躍しました。東京機関区の EF65 型1000番台はスノープローやホイッスルカバーの取り付けがされていない点や、配置後に検査を受けた車両は屋根の上が黒色になるなどの外観上の特徴がありました。 14K14 型は1971年に登場し、1972年により運転を開始した特急寝台客車です。従来活躍していた20系客車の集中電源方式と異なる分散電源方式を採用し登場しました。寝台特急さくらは東京長崎佐世保間を結んだ列車で、1972年からは14系14型による運行となり、分散電源方式の特徴である分割併合可能な点を生かして活躍しました。14系14型は東海道線のブルートレインとしては、さくらのほか東京長崎熊本を結んだみずほや東京名古屋間を並結して、それぞれ紀伊勝浦と浜田を結んだ紀伊出雲2、3号などがありました。あ、なるほどね。僕ね、みずほは乗ったことありますよ。みずほ岐阜に泊まりましたので、岐阜に泊まるみずほに乗った記憶があります。はい、ここがポイントです。スハネフ14型の床下ジャンパー線を新規製作により再現、EF65 型用のヘッドマークは桜はやぶさ、7165には桜のピンクのものとはやぶさのヘッドマークが、98784には桜白色のものとみずほが付属するそうです。ややこしいなこれ。いや、もう特徴がいっぱい書いてあるんで、もうこれ読むの省きますね。はい、でこれ過去のものは生産中止となりますんで、まあ、新しくね、新規製作で、再現ということでしょう。はい、まあ、ちなみに僕1100番台っていうのは持っています。はい、ちなみに僕ね1100番台っていうのは持っています。1100番台っていうのはどういうことですか。あ、前面が貫通型になっているということですね。はい、ではお値段の方を読んでいきましょう。まず機関車です。 EF65-1000 番台電気機関車後期型東京機関区、こちらセット両数1両で税込み8250円です。で 14系14 型特急寝台特急さくらは基本セットと増結セットがありまして、基本セットの方が8両で税込み21120円、増結セットの方が6両で税込み16280円となっております。以上寝台特急さくらでした。こちら EF510 型0番台増備型です。もう私機関車になりますと全く知識がございませんので、まあ読み上げるだけで終わりにさせていただきます。実車ガイドです。 EF510 型0番台は EF81 型の置き換えを目的として2002年に登場し、2004年から運行を開始した高直流電気機関車です。赤を基調とした車体塗装から
エコパワーレッドサンダーの愛称が付けられ、車体にロゴが配置されています。主に従来 EF81 型が使用されていた日本海縦貫線で活躍するほか、近年では中央西線や岡山までの東海道山陽新幹線など活躍しています。旅客用である500番台の登場後に増備された21号機以降は、信号円間の位置が500番台と同様である運転室助手側直上へと変更されるなど、外観に変化が生じました。はい、ここがポイントです。信号円間が運転席の方ですね、こっちの増備型の方を新規で再現と、 JRF マークがある姿を再現、レッドサンダーロゴも再現です。はい、じゃあとりあえずお値段読んでおきましょう。こちら、増備型セット両数1両税込み8580円となっております。以上 EF510 型でした。でその下が古希106型前期型新塗装です。古希106型は海上コンテナの積載に対応したコンテナ貨車で、1997年に登場しました。製造の途中から車体がスカイブルーからグレーに変更され、スカイブルーで登場した車両も検査時にグレーへと変更されました。2017年頃より検査時に再塗装される際、車体側面にあった JRF マークが撤去され、さらに2022年からは突報禁止表示も撤去されるようになりました。突報禁止がない、ね、そもそも突報がないってことですかね。突報ご存じない方はぜひYouTube で、突報禁止で検索していただけるとね、詳しく説明してくれているチャンネルがありますんでね、ぜひ突報がわからない方はそちらをご覧ください。ここがポイント1、台車側面に主ブレーキ解除表示装置のない前期型を新規製作で再現、また後期型とは一部異なる梁の形状なども再現。ポイント2、 JRF マーク突報禁止表示のなくなった姿を再現です。こっちもやっぱり旧製品は生産中止となりますということなので、リニューアル新製品ということでしょう。セット両数2両税込み2090円となっております。以上古希106型でした。じゃあ最後、丹後の海と117系一緒に紹介していきましょう。まず丹後の海からです。丹後の海ね、買ったんですよ僕、これ去年だと思うんですけどね、確かね、去年だった一昨年だったかな、もうつい最近ですよ。これね、2セット買っちゃったんですよね。これとは違うものが今回出るということで、ポイントですね、前面窓下の金帯が1段あった姿を再現と、ここに書いてありますが、これは多分1段上がった姿を再現なんですけど、これは1段上がってないという、まっすぐのもの、まあ、そこが変わったということなんですが、あともう一つはですね、これ増結セットが出てくれるんですね。で実際の橋立と舞鶴並結で6両編成で運転することがあって、まあ、普段は4両かな、夏休みとか土日とかは6両に増結されるんだと思うんですけど、4両編成再現するために僕は2セット買ったんですけど、増結セットもう1個あると6両編成ができるんですよね。まあ、そういう意味でまあ細かい、まああんまりこの帯の形が変わったとかなんとかっていうのはね、気にしないんですが、増結セットが出てるってことはちょっとそれが欲しいなっていう気もしますし、増結セットを買うんだったらじゃあ基本セットも1個買っちゃってもいいんじゃねえっていうのもありましてですね、ひょっとしたらこれまた2セット基本と増結それぞれ購入するかもしれません。はい、詳しいことは省きますが、値段だけお知らせしておきましょう。丹後の海基本セットは2両で税込み 11,220円、増結セットは2両で税込み 6,380 円となっております。でその下に117系0番台新快速がリニューアルされるということで、まあ、旧製品は廃止となるんですけれども、これは何が変わるのかな、やっぱり M13 モーターが採用されるかどうか、そんなことあるかな、どこが変わったんだろうね。ポスターはね、旧製品ですって写真がね、ホームページか書いてあるので、写真は旧製品ですので実際の仕様と異なる場合がございますということで、どうだろう、あ、これか、靴ずり手掛けは印刷済みって書いてあって、靴ずりのところが銀色に塗ってある、印刷してあるのが、そういうところがまあちょっと新しくリニューアルってことなんでしょうかね。ハイグレード仕様で登場です。はい、こちらセット両数6両で税込み 25,740 円となっております。以上丹後の海と117系0番台でした。ということで、ずらーっと N ゲージの完成品についてご紹介をしてきましたが、皆様気になる商品ありましたでしょうか。僕はいくつかありましたね。まず丹後の海でしたっけ、HO ゲージのキハ40、あと JREF510 と、JR カーシャ古希106型、この辺りが気になっております。
皆さん、何か気になる商品ございましたでしょうか。ありましたらぜひ下のコメント欄に、コメント記入していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はトミーテックのトミックス、来年3月発売予定の新商品をご紹介してきました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それでは。